What's up, みんな、どうも、ギフライターともです。今回はもう早速あるように、今、デュエルマスターズが昔のカードが強化されて、新しくこうやってストラクが出たり、こういったなんか、屏風みたいな、歴代のこうエースカードかなたちが入ったカードが出たりね、っていうのがあって、今回からデュエルマスターズ動画も撮っていこうかなと思います。あ、懐かしいカードがやっぱ強くなって出てくるっていうのが嬉しいね、やっぱり。で、これ、なんかなんとかなんとかってやつなんですけど基本的にね、このカードたちとかこういうカードたち、もちろん皆さんご存知かとは思うんですが、サンダーさんの動画を見て勉強したので、細かい効果とか内容っていうのはサンダーさんの動画で学んでくださいやっぱね、サンダーさんカーキンから見てたんですけど、やっぱあの人たちが一番安定してるんで、表面もそうやったんですけど、僕どっちかっていうとこっちの方がわかるかな。カード的にはアルファディオス、ヘビーデスメタル、ロバノフ、ルナティックゴッド、これ映画のやつですよね。これこの僕映画実際見に行ったんですよね、確か。懐かしい。小学校ぐらいじゃなかったっけな、あれ。小なんとかの時にやってたやつですね、僕が。ゴッドリンクがこう、4枚こう重なるやつね。まあ、わかる方はわかると思うんで。っていう、すごい本当に懐かしいカードが、こうやって、屏風みたいに飾れる1000円くらいで売ってたので、これも買って、あと、これは完全に新しいストラクですね。ジェンドルのディスペクターっていう方を買ってきました。なんだっけ、ジョナサン・ジョースターみたいな方、火の、モモキングの方は、マジで、まあ、売り切れでした。で、なんか、たまに、あれなんかな?パギャラ・ダイダ?これが、キラッキラになったカードが入ってるらしいですね。なんか、サンダーさんの動画でも言っとったんですけど、合体?今までのカードたちが合体したカードが入ってるのかな?っていうイメージですかね。ちょっとあんまり、詳しくはあれなんですけど。今のデュエマってこんなかっこいいの?カード。うわー、いやー、かっこいいな、これ。今、デュエマがそうか。遊戯王みたいに20周年か。で、このなんか20周年、20スレアみたいな感じの、若干こうやって20って映りますね、反射で。バロディアス、バロムとアルカディアスかな。その肝心なパギャラダイダは、ゴールドではなかったですね。何この光り方は、やばくね?すげえな。ダイダロスと、パーフェクトギャラクシーかな?パギャラなんで。の混ぜたような効果。あ、よく見たら微妙に全部のカードが20スレアになってるな、これ。おお、すごいすごい。バイアグラ。ああ、違う。バクアイラだった。光、火、闇かな?のストラックかな、こっちは。火の方もね、どうせだったら欲しいんですけど、ゲットする方法が今あれしかないんですよね。5000円のなんか、パーフェクトボックスみたいな。あれなら、モモキングデッキゲットできるんですけど、5000円かーって思って。両方入ってるならいいんだけどね。この、こっちとあっちが。まあ、僕の動画を一つ一つ網羅されてる方なら、もしかしたらわかるかもしれないんですけど、ちょくちょく僕、デュエマネタが出てくるんですけど、本当に昔のカードばっかしか、ちょっと知識がないんで、こういった昔の僕が、本当に全盛期でやってた頃のカードたちがね、こうやって改めて出てくるっていうのが僕的には嬉しくて、これもしかしたら僕の好きな、うわ、急にの忘れしたやん。黒神竜なんかバルハザクみたいな名前の、なんだっけ。僕の好きなカードたちがリメイクされるのかなって思うと、ちょっとこれはまたやりたいなと思って、今回このデュエルマスターズ動画を撮りました。ただね、やっぱり復帰するっていうことなんで、もうカードもう知識もないし、なんていうカードがあるかもわかんないしっていう感じなんで、多分ラッシュデュエル系よりは投稿頻度は低いかなと思うんですが、これからねちょくちょくデュエマの動画も出していけたらと思うので、ぜひぜひご視聴お願いします。これを機にデュエマ一旦離れてた方、この僕と同じ世代の方多分いっぱいいると思うんで、ぜひ高評価チャンネル登録もお願いします。にしてもかっこいいね。最近のカードやばいね。